皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、〇〇を伴う記憶は忘れない、〇〇を伴う記憶は忘れないというお話をさせていただきたいと思います。まあもったいつけて〇〇なんてことを言ったわけなんですが、この〇〇というのは感情なんですね。感情、人間っていうのはですね、まあ事柄にせよ、まあ何か単純な数字や、ものの名前にせよですね、それだけ覚えなさいって言われるとですね、なかなか覚えにくいものである。ただそこに何か嬉しいとか悲しいだとか楽しいというような、そういった感情を伴わせるとですね、不思議と人間記憶が維持することができるんですよということになるんです。で、実際、私の患者さんなんかでもですね、まあ、いわゆる認知症の患者さんで、もうついさっき言ったことをもう忘れてしまっているような方がですね、もう私はですね、若い頃にあの人にもう言われたあの言葉は忘れられないみたいな、こう恨み節をつらつらと言うわけですね。それもでも今の話聞くと、もう50年も60年も前で相手の人も亡くなったの言えないってこっちとしては言いたくはなるんだけども、まるで昨日言われたかごとく、そういったことを言うわけですね。だからその人にとってはですね、もうすごい悔しくて腹立たしいことを言われたんでしょうね。で、一方でですね、まあきっと若い方もそうなんだろうけど、嬉しいことも忘れない。例えば単純にどこどこへご飯に食べに行ったなんてことはもう極めて日常的であるから、忘れてしまうわけなんですが、例えば誰々さんと一緒に食事に行って、とても景色が綺麗でとても楽しい、時間を過ごせた。もうすごく心地よくて嬉しくて楽しかったみたいなことは、結構長年にわたって忘れないということになるんです。で、そのように単純に同じ事柄をしていてもですね、そこに感情が伴うと人間は忘れないんですね。で、なぜそういうことが起こるかというとですね、実は人間の記憶を司る部分というのは、昔皆さんもよくご存知な海馬っていうところがあるわけですね。で、アルツハイマー型認知症になると海馬が萎縮して記憶力が落ちてしまうということになるんですが、その時に忘れてはいけないんですけど、その海馬の先っぽにですね、扁桃核という組織が、臓器があるんですね。で、その扁桃核というのは何かというとですね、いわゆる感情を司る最高中枢と言われて、まあ、感情を、と一緒に伴う、を伴う部分なんですね。だから、要するに、不思議なことにこの感情を司る部分と記憶というのがくっついてるんです。記憶を司る海馬というところが。だから、どうも我々はですね、その感情というものが、ただ単純に海馬を使うだけではなくて、扁桃核で感情を刺激した方が記憶としてはどうも残りやすいという構造になっているんですね。で、実際先ほど認知症の患者さんは海馬が萎縮するというふうに言われているんですが、実はその扁桃核も最初に萎縮をするということも言われているから、どうも、認知症というのはただ記憶だけではなくて感情の問題もあるんではないかなということがどうも言われているわけであります。実際ですね、僕なんかと一緒にいるとですね、結構感情を刺激することが多いんですね。どういうことかというと、僕はすごい雨男というかですね、ある意味嵐を呼ぶ男と言われてまして、僕とどっか行くとですね、雨どころか嵐が来る。で、実は、仲間と香港に、旅行に行ったことがあるんですね。で、まあ、香港に旅行に行ったらですね、まあ、雨ではなく、ハリケーンが来てました。で、そのハリケーンもかなりの、大きなハリケーンで、このハリケーンの時が、の状況で来ると、タクシーが事故しても保険が降りないっていうことで、もうタクシーも動いていない。なぜか地下鉄も動いていない。香港にわざわざ行っても、タクシーも動いてね、地下鉄も動いていないから、どこも行けないんです。だからずーっとホテルに。で、また随分高層なホテルでして、もう風がビュン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 なるし、だからもう参加した人はですね、どこにも行けない残念だ。でもなんか風がすごいから、これ大丈夫か、これビル倒れちゃうやつじゃないか。で、さらに、明日飛行機は飛ぶのか、無事帰れるのかということで、こう、もう皆さんの感情はもうゴン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 刺激してたんですね。で、まあ、結局無事に、どこに行くこともなく、香港のホテルに泊まって、そのまま飛行機に乗って無事帰ってこれたわけであります。そんな残念な香港旅行なんですが、未だにその仲間と会うとですね、その香港旅行に、の話題に花が咲くんですね。
これきっと普通に香港に行って見学しても何の記憶もない。ただどこにも行けなかったにせよ皆さんの感情を司ったものですから、皆さんの記憶にも残ったということなんですね。もう一つ僕にはですね、みんなで韓国旅行に行こうという話があって、みんなが休みも取ってですね、合わせて韓国行こうと言ったんですが、その日は実は、嵐でですね、飛行機が飛ばなかった。でも皆さん、経営者がですね、わざわざ休みを取ってですね、もう何も自分の仕事も全部キャンセルしていた中で、いきなり旅行がなくなってもですね、皆さん残念で残念でしょうがなくて、とても暇だってやることがないみたいな話になってたんですね。だからやはり皆さんの感情としては、ああ、行けなくて残念だった、この時間どうしようみたいなことで、皆さんの感情をすごい刺激をしたんですね。ただ結果的に今でもですね、行ってもない韓国旅行の話題に花が咲くんですね。どうですか皆さん、僕と一緒にですね、記憶に残る旅行に行きませんかみたいな話になるわけなんですが、本当に、不思議であるわけであります。まあですから、この扁桃核というのはですね、この記憶を司るだけではなくて、さらに面白いことを、やってまして、瞬間的に心地いいか心地よくないかを判断するのも、要するに感情ですので、この扁桃核が担っている。だからよく、皆さんがですね、初めて男女が出会った時にですね、一瞬で恋に落ちるみたいなことはですね、実はこの扁桃核がなせる技なんですね。扁桃核は一瞬で、ある女性を見た時に、まあ男性であれば女性を見た時にですね、この人のビジュアル、喋り方、雰囲気、匂いと、バーッと過去のデータと、バーッと会話に入っているデータを扁桃核で集めてですね、まあ1分1秒もしないうちに一瞬で判断するわけです。この人はどうも自分にとって心地いい人だというふうに判断をするわけであります。で、そこでこの人は心地いいと思ったら、あ、この人は好きだなっていうふうに思う。だからよく結婚会見なんかで、この人のどこが気に入りましたかって言ったら、料理が上手なとこ、優しいとこって言うけど、あれは実は全部嘘なんです。あれは全ての大脳皮質が考えた理屈でしかないから、あれは本質ではない。瞬間的に、なんであなたはこの人が好きだったんですかって言ったら、あ、一瞬にして扁桃核が過去のデータから判断して、この人が心地いい人だというふうに判断したから好きになりましたっていうのが正しいわけであるんですね。まあこういった意味でこの扁桃核というのはですね、記憶と関わることによってですね、記憶を忘れないものにしてみたり、自分の人生のパートナーを一緒にして選んだりするようなですね、とても、大事な要素である。まあちなみに、この扁桃核の形をですね、アーモンド型をしていて、見方を変えるとハート型という、とも言える形をしている、まあ小さな臓器ではあるわけであります。まあ、このようにですね、どうぞ皆さんがですね、認知症にならないため、記憶力を維持するためにはですね、常日頃からですね、感情豊かな生活をしろってよく言うんですけど、それは本当に理にかなっている。何食べても俺は一緒だ、みたいなこのことを思わず食べたら、これは美味しいな、これどうやって作るんだろう、どういったものなんだろう、みたいなことを考える。絵を見ても、これはいい絵だな。音楽を聴いてもいい音楽だな。心地いいな。ということで、常にこう、扁桃核を意識する。逆に、俺は何食っても一緒だ。つまらんな。何やってもつまらん。何見ても一緒だ。みたいなことを言ってると、どん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 扁桃核が萎縮していってしまいますので。だから今日のお題である、〇〇を伴う記憶は忘れない。要するに、感情豊かな生活をすることが、記憶力を維持して認知症を予防するんですよ、ということになります。今日のお話がですね、皆さんの扁桃核を、刺激して、ちょっと心地いいなと思われた方は、番組登録等をしていただければありがたいなと思います。